どうも、ヤクタウンです。さあ今日も讃岐うどん屋さん向かってるんですけど、今日は結構東の方のお店になります。しかもそのお店、すごい人気店ですめっちゃ並ぶんですよ。やけど回転率も良い。しかもこのお店の雰囲気、めちゃくちゃ活気あふれる、すごいね、元気もらえるようなお店となっています。はい、ということで、到着しました。今日来ているのはですね、こちらギリギリ東の方なんですけど、ギリギリにあるお店です。こちらさんになります。いや、まだ開店して数分しか経ってないのに、今駐車場見えましたかね。すごいんですよね。はい、それでは早速混む前に食べに行こうと思います。それでは入店していきましょう。このアーチ状の日差しがついた坂道を少し下って、右手側に見える建物がお店になります。正面のすだれの奥も広いスペースがあって、そっちは外で食べれる飲食スペースになってます。で、もちろんこっちの建物の中でも食べれるんですけど、この中がいっぱいだったり、まあシンプルに外で食べたいなとか思っても全然外で食べても OK です。確かまだ開店して10分ぐらいしか経ってなかったと思うんですけど、やっぱり中並んでるし、もうすでに食べてる人も多かったです。並んでる間にこの正面の針と針の間にあるメニュー表ですね、あれ見て何頼むか決めておきましょう。ちなみにこちらのお店、大将が元大工さんで、自らがこちらの店舗建設手掛けたお店らしいです。注文口はまだ先になります。その前にこのお冷や組んでおくのと、天ぷらとか揚げ物系が並んでるんで、好きなのを取っておきましょう。僕は今回このゲソ天取りました。一番大きそうなのを取ってます。天ぷらの次におにぎりとかいなり、ちらし寿司が棚に並んでるのと、あとお土産うどんもその横に置いてありました。今回はこの棚スルーしていきます。この口が開いてるところが注文口、受け取り口になります。順番来たら注文するようにしてください。で、この下ですね、この台のところに薬味が置いてあって、ネギにで、わかめも置いてあって、これわかめもなんと無料で取っていいようになってます。お次のお客様が穴子がお一つ、キャぶっかけの小470円です。かまたまぶっかけの小で、はい、頑張りました。ありがとうございます。お次のお客様、かまたまぶっかけの小ですね、はい、ありがとうございます。かまたま小ゲソの天ぷら490円です。はい、こちらできたらお声掛けさせてもらいますね。あ、はい、お席で待っててください。そしてお客様、かまたま1番でお声掛けします。はい、どうぞお席でお待ちください。ありがとうございます。それでは、うどんができたらまた番号札で呼んでいただけるので、少しばかり席の方で待っていきましょう。で、ちょっとこの縦屋内の席が埋まり気味だったんで、外の席で今回待つことにしました。ただ外席って言うとやっぱり声届きにくいんで、できたよっていうのを聞こえるように中で待つのがベストだなって今なって思ってます。メニュー表はこんな感じになってて、結構シンプルな、もう一般的なメニューがもうメインで置かれてました。ただ釜系が多くて、釜かけ、釜揚げ、釜玉ぶっかけっていうちょっと珍しいのを置いてたりします。だから僕は今回釜玉ぶっかけにしたんですけど、これが360円となってました。天ぷらとか揚げ物系、こんな感じでもうたくさん並んでます。値札はこのバケットのところに貼られてたり、このキーバクのところに貼られたりしてました。ご飯の方は野菜店とかも置いてます。ご飯系もこんな感じで揃ってます。はい、それではさっきのレジのところまで取りに行きましょう。お待たせしました、こちらになります。どうぞ、はい、ありがとうございます。お預かりです。ありがとうございます、はい、薬味のネギはスプーンでいっぱいまでとなっていました。で、わかめなんですけど、この手前のところはちょっともう人気すぎてなかったんですけど、もうちょい右手側にも置いてあって、そっちの方はあったんですけど、まあちょっと並んでるし、ちょっとなって思って今回は乗せるのをやめました。もう最近全然あったかいんで、今回外席で食べていこうかなと思います。それではいただきます。今回頼んだのは釜玉ぶっかけうどん。あんまり聞いたことないですよね。だいたい釜玉って言ったらだし醤油で食べるとこが多いんですけど、今回その代わりにぶっかけだしになってます。あとは天ぷらでゲソ天も取りました。それでは卵も崩して、もうしっかりと混ぜていただいていきます。
麺は超極太、むっちりしてはち切れそうな感じのシルエットのうどんです。ただ強靭なコシっていう感じではなくて、こうなんだろう、もちもち感の強い、すごいみっちりしたような麺でした。釜揚げの麺だからか、こう芯の方に小麦本来の味だとか、結構あの塩味、塩感も効いてるような感じのうどんです。でツヤツヤでツルンとした表面されてます。今回小を頼んだんですけど、なんかそう思えないくらいの重量感というか、こうずっしり小麦の詰まった重量級の讃岐うどんだなっていうイメージです。出汁は昆布の旨味に鰹節とかいりこの魚介も濃く出てるんですよね。卵でだいぶまろやかになってるはずなのに、こうしっかりとこの出汁感も感じれるのがこのうどんの良さだって思います。釜揚げって本来この出来たての熱々でこう湯気が立つくらいの状態で出してくることが多いんですけど、今回のはあのぶっかけ出汁になってるんで、そこが結構ぬるめになって、熱いのが苦手な人でも食べやすい釜系のうどんかなって個人的には思いました。ただそれと同時にこの小麦感とかであったり、あの出汁感もちょっと全体的に薄れてるのかもなっていうのは思って、もともと濃いのが苦手だよっていう方とかはもう特にこの釜玉ぶっかけおすすめしたいなって思います。それではゲソ天もいただきます。このめっちゃ足開いてる大きいやつしました。衣が固めでこうバリバリタイプです。ゲソも全然歯で噛み切れる硬すぎないごじそで美味しかったんですけど、僕ゲソで好きなのってこの足先なんですよね。足先まで衣がついてるのがもうすごい僕は嬉しくて、それって足の先が比較的細めやからやと思うんですけど、こうバリボリおつまみみたいに食べれるのがすごい良かったです。それでは最後の一口いただきます。こういう外で食べるシチュエーションっていうのがもうめっちゃいいなって思いました。冬でも確か外席にストーブとか出してくれるから、こう雰囲気感じつつそんな寒くなさすぎずで食べれたと思います。釜系のメニューが多めなのが嬉しいなって思いました。特に釜かけ置いてあるのって結構珍しいんですよね。釜かけ他のお店やったらお願いしたら出してくれるっていうお店もあるにはあるんですけど、やっぱりこうメニュー表にこうはっきり釜かけありますって書いてくれると頼みやすいと思います。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまです。ありがとうございます。わざわざ訪ねてきてくださいました。ありがとうございます。美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、ということで今日ために来ていたお店は香川県高松市にある讃岐うどん屋さんです。最寄り駅が西前田駅で、だいたい約2キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては中村屋うどんさんであったり、そごう製麺さんがあるだいたいあの辺りです。食べログの点数が 3.63 点、 Google の点数 4.2 点となっていました。定休日は毎週水曜日で、営業時間が11時から14時までとなっています。ということで今日食べに来ていたお店はこちら、東さんになります。この坂道下った奥にあるのがお店で、でこっからこの道路を1個挟んでちっちゃい階段とかあるんで行きやすいんですけど、この奥のところ広い敷地があるんですけど、こちらが駐車場となってます。柵際とかこの壁際とかだけじゃなくて真ん中にも止めれるくらい駐車場広いんで、空いてるところ止めてちょっと歩いてお店の方行ってみてください。そして店内こんな感じになってます。これがこの大将手作りのお店っていうことで、めっちゃなんか雰囲気があっていいですよね。でお店の中だけでも僕全然広いと思うんですよね。小上がりになって座敷席、カウンター席とかテーブル席もあるんですけど、そこで収まりきらないくらいお客さん来るんで、この外席こっちもめっちゃ雰囲気があってすごいいいです。ペット同伴も OK です。はい、ということで、東さんいただいてきたんですけど、本当にねもうこのお店の接客がすごいんですよ。おばちゃんたちのこの元気さっていうのが本当にね元気もらえるというか、こう通いたくなるというか、本当に地元の方たちもこう毎日通いたくなる気持ちみたいなのがすごく伝わってくるようなお店です。
はい、ということで、今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。もしよかったら高評価、そしてチャンネル登録、明日の動画も見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。